ゴドフリーネラーによる肖像画第七大リンカーン伯爵ヘンリー・クリントンはイギリスの貴族、政治家。第六大リンカーン伯爵フランシス・クリントンと二人目の妻スーザン・ペニストンの長男として1684年に生まれた。1693年9月4日に父が死去するとリンカーン伯爵の位を継承した。1715年から1720年まで 陸軍支払長官を務めた。1719年、王立音楽アカデミー社に出資した。1721年、ガーター勲章を授与された。1722年12月29日、ロンドン党管理長官とタワーハムレッツ党官に任命され、1725年まで務めた。1725年6月1日に王室会計長官に任命されたが、 1728年9月7日に、罷免された。1727年の退冠式において、封建を持つ役割を務めた。1728年4月11日、ケンブリッジシャー当館に任命された。1728年9月7日に死去、長男ジョージが爵位を継承した。第七大ーン伯爵と、初代入閣する公爵、ゴドフリーネラー作。 初代入荷する公爵は、リンカーン伯爵の妻の兄にあたる。1717 17年5月16日、初代ペラム男爵、トマスペラムの娘ルーシーと結婚、に名を設けた。ありがとうございます。